ロバート・イングランドは、アメリカ合衆国カリフォルニア州グレンデール生まれの映画俳優。ホラー映画を中心に活躍する演技派俳優。イギリスとアメリカの古典劇の訓練を受け、25歳までにシェイクスピアの作品に登場する同契約のほとんどを演じた。1976年のステイ・ハングリーでの演技が認められ、性格俳優の地位を確立。 以後多数の作品に出演作を重ねた。1983年の V シリーズで演じた優しい宇宙人役で人気を得た。その後はエルムガイシリーズを含む多くのホラー作品に出演している。1988年にはホラースコープで監督業にも挑戦した。1989年に結婚。1984年エルムガイの悪夢に 主人公の殺人鬼、フレディ・クルーガー役で出演。これが大ヒットを記録し、イングランドは一役メジャーになった。以後、フレディはイングランドの当たり役となる。2003年に公開された、フレディ VS ジェイソンで、フレディ役を引退した。フレディ役は2010年公開のリメイク版、エルムガイの悪夢で、ジャッキー・アール・ヘイリーに交代した。また、か ちゃんけんちゃんご機嫌テレビの探偵コントや、うっちゃんなんちゃんの誰かがやらねば、に、フレディ役で出演したことがある。ありがとうございます。